朝とです。えー、聖書一日一章の時間となりました。今日は、えー、ペテロの手紙第2の一章ですね。では早速、えー、ペテロの手紙第2の一章を見ていきます。はい。えー、ペテロの手紙第2の一章、えー、イエス・キリストの下であり、えー、使徒であるシモン・ペテロから、えー、私たちの神であり、救い主であるイエス・キリストの義によって、私たち と同じたとい信仰を受けた方々へ神と私たちの主イエスを知ることによって恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますようにというのは私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を私たちが知ったことによって主イエスの神としての道からは命と経験に関する全てのことを私たちに与えるからです。 このその栄光と徳によって、たっとい素晴らしい約束が私たちに与えられました。それは、あなた方がその約束のゆえに、世にある欲のもたらす滅びを免れ、神の御性質に預かるものとなるためです。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自生を、自生には忍耐を、忍耐には経験を、経験には巨大愛を、 兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で役に立たないものとか、身を結ばないものになることはあります。これらを備えていないものは、禁止癌であり、盲目であって以前の、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのです。ですから、兄弟たちをますます熱心に。 あなた方の召されたことと選ばれたことと確かなものとしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません。このようにあなた方は私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられるのです。ですからすでにこれらのことを知っており現に持っている真理に固く立っている。 あなた方であるとはいえ私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのです私が地上の幕屋にいる間はこれらのことを思い起こさせることによってあなた方を振い立たせることを私のなすべきことと思っていますそれは私たちの主イエスキリストも私にはっきりお示しになった通り私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが また私の去った後にあなた方がいつまでもこれらのことを思い起こさせるよう私は務めたいのです私たちはあなた方に私の主イエス・キリストの力と来臨と知らせましたがそれはうまく考え出した作り話に従ったのでありませんこの私たちはキリストの意向の目撃者なのです キリストが父なる神から誉れと栄光を受けになった時厳かな栄光の神から濃い御声がかかりましたこれは私の愛する子私の喜ぶものである私たちは聖なる山で、えー、主イエスと共にいたので天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのですまた私たちはさらに確かな予言の言葉を持っています夜明けとなって 明けの明星があなたの方の心の中に登るまでは暗いところを照らす灯しりとしてそれに目を留めていると良いのです。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の予言は皆人の指摘解釈を施してならないということです。なぜなら予言は決して人間の意思によっ,ってもた,らすったもたらされたものではなく、 精霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。感謝いたします。えー、ペテん手紙第二の、えー、一緒でした。この聖書の言葉をあなたの心に魂に、えー、この聖書あなたのもとに、マスアーと、ま、のー聖書一日一緒です。マスアーと、ま、の,の YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。えー、次回の聖書一日一緒 ペテロの手紙第2で、ねえー、お会いいたしましょう。まずターでした仕上げネッツパシャンプリッツシャロモンシャロモン。